ちは、マネースキー場パトロール隊長の武藤貴弘です。本日12月7日土曜日からマネースキー場の第2リフト山頂がオープンしました。今日はあいにくの曇りなんですけど、あの視界が晴れててとても山々が美しく見えます。どうぞ見てみてください。山手コース滑っていきます。上から見て右側が、まあ、僕らでいう瀬川っていうところで、左側が沢川なんですけど、今あの瀬川だけしか人工降雪やっていなくて、沢川はオープンしていない状態です。それでは滑っていきます。お待ちしてます。